川野夏実がお気に入りのもの、気になっていることについて皆さんにお話をしているんですけれども、なんといっても今皆さんにお話ししたいのは新曲についてです。裏窓の猫、ぜひ皆さんに覚えて楽しんでいただきたいなと思っております。今回もそのミュージックビデオ撮影の裏側、ちらっとご覧いただけたらと思います。どうぞ。はい、音お願いします。はい、音出します。冷たい季節、別れが間近。にゃん、ほんまに。それでいきましょう。にゃんは見なくていいです。見ない方がいいから。ちょっと今テレビ違っちゃいます。今みたいな感じだから。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。今回は私の裏窓の猫を歌って撮影をしている部分をご覧いただきました。これはですね、撮影現場では自分の歌入りの音源を流していただきながら、それに合わせてこう歌っている、まあ若干声もね出してるんですけれども、自分の歌い方にこう合わせるというね、これがなかなかにですね、まあ、譜面通りに歌っているところはいいんですけれども、ちょっとこう雰囲気を出して、ちょっと間、ちょっとした間が、あ、この時の私こんな間で歌ってたんだというのがですね、その時新たに知ったりとかすることもありましてですね、とってもね、自分の歌い方ながら、あ、なるほどなんて思うところもありました。ぜひね、カラオケなんかに行っていただいて、この本人映像をご覧いただきながら歌って、また楽しんで見ていただけたら嬉しいなと思います。では改めてご覧いただきます。私川野夏実の新しい歌です。裏窓の猫、ご覧ください。